曹操の大船団を燃やし尽くした紅蓮の炎。それは孫権の意志、そして彼を支える将たちの思いであった。だが曹操は辛くも逃げ延び、天下第一の勢力を保つ。彼が再び南下してくるのは時間の問題であった。赤壁の奇跡を二度は起こせない、そう判断した周瑜は攻勢に出ることを決意。優勝関寧を従えて曹操が治める慶州の南軍に侵攻する。南軍を制圧した後は城陽を攻め慶州を平頓。その勢いに乗り劉将を下して益州を得、曹操と天下を二分する。しかる後に曹操との決戦に臨み、孫武の天下をつかみ取る。これぞ周瑜の秘策、天下二分の計。だが南軍を守備するは曹操の重邸曹仁。守りの戦にかけては右に出る者はいないと評された強敵である。さらにあの男の存在が周瑜の構想に暗い影を落とそうとしていた。帝鳳、敵は老人、またいや、まずは周辺、油断はするな。おうよ。まずは付近の拠点を確保せよ。敵の守りは固い、徐々に切り崩すのだ。覚えて
射！敵将、仕留めたぜ！みんな、ここで待機しましょう。技法を使って敵をおびき寄せる策だ。ならいいんだけどな。一斉に攻めかかれ！敵の本陣を突き、勝負を決するのだ！敵は周遊殿が負傷したと思い込んだ様子。ゾロゾロと出てきましたな。人騒がせの策だぜ。で、あいつらを引きつけるんだな。劉備軍の沈黙に不穏なものを感じます。嵐をはらんだ暗雲のごとくです。何を考えてようが関係ねえ。俺らはとっとと南軍を落とすだけだ。劉備軍は赤壁で一緒に戦った仲間だもの。きっとまた協力してくれるはずよ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。待て、俺の手から逃れられると思うな。この調子で敵を引きつけます。策がなるかは我々の働き次第でしょう。行くぜ！悔しいな。ここは光れば我慢できねえ。よっしゃ、敵将仕留めたぜ。さあ、機は熟した。敵を残らず駆逐するのだ。ここで罠とは。よっしゃ、うまくはまったな。さすが周遊だぞ。されたのはそれがしだけでしょうか。
せよ。我々が遅れを取るわけにはいかん。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。この超文言がお相手しよう。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。されたのはそれがしだけでしょうか。これで南軍は我らの支配するところとなった。このまま城陽まで攻め上り。伝令、城陽が関羽の手に落ちました。何？諸葛亮め、さらに先の手を打っていたか。傷を負ったっていうのは嘘じゃなかったのかよ。城陽を落とすまではと思ったが。おい、しっかりしろ。